なんかなかよさそうでしょ、関係か、くるくるにはね回ってて、あった印象で、その2人にふさわしい脚本を書いて、それぞれにふさわしいキャラクターを考えてですね、でもやっぱりその想像以上に現場でなんだろうな、どん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 こう良くなっていったっていうか、 2人がそれぞれにそれぞれのことを、こう思ったり感じたりしてるのがすごく途中で分かってきて、まあ今日も編集してて、ずっと思いましたけどね。ゆりちゃんよ。 花が咲いてるし、ゴンでくるくる回してちゃんと見て、めっちゃ沖縄弁だね。嘘、30で大丈夫だよ。30でも行けます。なんであんなが感じが出てくるの、知らないよ。なんかね、ちゃんと指がついてるところは散々する。 見えるって言われたけど、と思って。ここも実は2人で何度か来たこともあるね、浜辺ですね。ここが実は本当に向こうの先にあって、 そういうことができるんですけど、そこから、やってきて、多分さっきのなんか先生からちょっと早く逃げたいっていう気持ちもありつつ、まあ多分単純に楽しくて、あんなことも楽しくて、ちょっと小走りも。
ねえ、マキタ。ん？ずっとこんな毎日が続いたらいいね。空も好きだけど、富士山も好きだよ。今普通にびっくりした。キュンときた？普通にびっくりした。ね、ちょっとあれですよね。富士山はって最後に聞いてね。なんか何気に違う答えが返ってきたって感じかね。あのね、なんつうかね。よかったよ、本当に。何違う答えって何？多分ね、何て言ったっけ？あのね、ほら、好き好きっていう話をしてて、で、いや、藤沢好きだよって言って、普通に驚いたでしょ？それからしばらくしてから、藤沢はって聞いてね、あ、今どんな気分みたいなこと言ったのかな？で、そしたら、あ、いや、目視で日が暮れるなって言ってさ、ちょっとね、ね、ちょっとね、あれそっちかよみたいな感じかな？そういうのなかった。だよね、そうだったよ。なんで？海に関しては、なんかね、なるべくね、こう、なんだろうな、自分の気持ちにこう合ってる言葉を、まあ、自分で探してほしいと。後半は、そうですね、かなり二人のなんだろう、その、もう二人に任せた感じですよね。肺を悪くして、うん、結核というか、なんていうか、うん、ね、でも、そのままほっとくというか、命にも関わるみたいなことですね、うん、言われたんですよ。もちろん家族全員ね、うん、で、お母さんにはそれを言わずに、お父さんが、うん、じゃあ、みんなで空気のきれいなところに引っ越そうかと、うん、ね、で、反対できないしさ、うん、見えないものだって、うん、あるみたいなことを、そんなことを言いたいんだ。しかもなんかポロッと、うん、言葉にしないといけないんですか？うん、いいよ。その理由をいなくなってしまうというか、ね、うん、どうしてついて話しちゃいけないのなのか、うん、みたいなことをちょっと聞きたい。多分黙るから、うん、言えなくて、やっぱり聞けないんだと、あの聞いちゃいけなかったんだみたいな感じで黙って、彼女がもしかしたら行こうかって言うかもしれない。あなたの方からその前に行ってあげるかもしれない、ね、はい、じゃあ行きましょう。マスター、お願いします。どうぞ。なんで転校するの？カットです。
で普通の写真を1枚撮らせてください。撮影は終了で、この後ナレーションを撮ります。はい、今日はですね、石川監督の43の誕生日です。おめでとうございます。じゃあお二人がすいません、一つで申し訳ないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。姉さんかな。